基本今のが翔太さん、あまりにすごすぎても話題にならない。米番組 MLB セントラルは前日に系統のヒットノーランを達成したカブスを特集した。先発で7回を抑えた今永翔太の強みについて、メジャー通算1064試合登板158セーブの段プリーサック解説者は積極的に直球を使う点を強調した。カブスでさえこんな最高の FA 契約になるとは思っていなかったはずだ。気に入っているのは他の日本投手たちと違う点、それは直球を使うのを恐れないことだ。多くの日本投手はストライクゾーンの周囲で勝負するが、この男は違う。現地で今永の好投が報道される中、日本では50-50の歴史的記録がかかる中、ノーヒットに終わった大谷を心配する報道の方が多い。今永すごい。ついにまた防御率2点台やな。できることならノーノーを見てみたかったけど仕方ない。関東はノーヒットの大谷翔平放送して、関西は阪神勝利を放送してる。ファンのスポンサーがついてるところが大事やね。正直あのままノーノーやったとしても大谷より扱い小さかったと思うで。大谷のせいで1試合すごいだけじゃ話題にならないよ。今永はシーズン成績も悪くないけど、ノーノー今永より4択大谷だよな。普通に山もろのが見たいやろ。もうドジャース来い。菊池も今永もトランってドジャースも見る目ないな。菊池は怪我しない以外は微妙だからな。アストロズ菊池の好調がいつまで続くかわからんし。今永7回ノーノー異論も上がった95球降板をカブス監督説明。 100% ショートを思って健康優先。日本人投手の故障の前例多いからな。岩隈みたいになったらあかん。今永って慣れてくると炎上するイメージはある。大谷4択王王、これが現実。大谷 CM 出演数134社今永 CM 出演数0社ソスはオリコン。完全に攻略されたってお前らから聞いてたんやが、もう安心してええんか。少なくとも完全に攻略されたなんて兆候はないぞ。ストレートも通用してるし、スプリットでも狙って三振取れる。今年一番コスパの良い日本人選手。管理人のつぶやき、大谷さんが43に到達した時には新聞各社が号外を出しましたよね。確かに現状大谷さん以外の日本人選手がどんなすごいことをやっても号外は出なそうですよね。ただ当チャンネルでは今永先生が活躍したら必ず何かしらの形で動画を出し続けていきます。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。